トルネコの大冒険、不思議のダンジョン。エンドールの遥か北にある小さな村レイクナバ。ここに一人の男が住んでいました。その名はトルネコ。武器屋の相方のもとでせっせと働き、こき使われ、優しい妻と可愛い息子と三人で幸せに暮らしていました。しかしトルネコには大きな夢があったのです。自分の店を持つ、その店を大きくする、そしてやがては世界一の武器屋になる。それがトルネコの夢でした。夢を叶えるためトルネコは旅に出ました。鉄の金庫を手に入れたり、ボンボールの王子を助けたり、いろんなことがありました。そしてついにエンドールに店を持つことができたのです。トルネコはネネとポポロを店に呼び寄せました。王様にも気に入られて、お店は大繁盛。ところがこの頃、こんな噂がトルネコの耳に入りました。どうやら不思議のダンジョンとやらがあるらしい。こいつはすごい洞窟らしい。すごい宝物が埋まっているって話だが、まだ誰も持ち帰ったことがないんだってさ。それを聞いたトルネコ、矢も盾もたまりません。どんな宝物なんだろう、どこにあるのだろう、探しに行きたい、見てみたい。しかし店はどうする、家族はどうする。悩むトルネコにネネが笑いかけました。あなたは夢を追う人、世界一の商人なら何でも知っておかなきゃ。店なんかまた新しく始めたらいいじゃない。こうしてトルネコ一家の旅が始まりました。海を渡り山を越え、何年もかかって、やっとその不思議のダンジョンを探し当てました。この物語はここから始まります。やるか、冒険の書を作る。やっと着いたわね。この村で私たちの新しい生活が始まるんで。ねえパパ、ここはどこ？なんてところ？あら、ポポロにはまだ行ってなかったのかしら。ねえあなた、ポポロに村の名前を教えてあげて。村の名前、それはあれだよな、やはり唯一の宿命の男の名前で行こうか。ライアン村っていうのか。さあ忙しくなるわよ。あなたはまず王様のところで挨拶に行くなったわけね。私はその間にお店を始める準備をしなくちゃ。頑張ってきてな、あなた。よろしく。そなたがライアン村に店を開きたいというのは、便利になってもらうのも喜ぶじゃろう。ところで何やはるばよ、エンドールからライアン村までやってきたのじゃ。なんと不思議なダンジョンで宝探しをしたいのだ。宝
確かにあの洞窟には幻の宝が眠っているという古くからの言い伝えがある。しかしあそこはその名前の通り本当に不思議な洞窟だな。今は誰一人として宝物を持ち帰った者はいない。やめたらやめたらひどいな。はい、わかった。やめるよ。賢明じゃ、しかし思ったよりあっさりひざまったの。フォフォフォ。帰ろ帰ろ。帰れんのこれ。ほほほ、始まりますよ。本当だ。始まんないね。帰れんの。俺、表紙抜けっす。表紙抜けした？あれマジ？おい。同時のビータや HP の戻りを速くするだろう。恐ろしいモンスターも追いつけて向かってくる。ミラクルキヌ大読み。ノストラダムスの大読みみたいな。必ず送ることになっている言葉がある。言い伝え。地底に似てまず右手の左。そのうち左手の十字が加わるとお前の目が斜めだけになるだろう。ああ。襲いかかりさえできまい。よくわかんねえな。謎だ。おい。なってた貴様。うむ。うむ。このサイト諦めると。諦めちゃったよ。何も始まりませんぞ。司会もの奥さんらしいですね。なんですか、なんだなんだ。隠れすんじゃないですか。まあ確かに、そのために旅してたの。まあいいや。いいや、別に。いいや。ほうほうほう、なんか嬉しそうな。やめろと言われただけで、やめろととかないから。はいはい。洞窟に一度入ると、幻の宝を手に入れるまで宙に上がってはこれね。なるほど。恐ろしいモンスターがうようしており、倒しても倒しても新しく生まれてくる。倒されると入り口で倒れている。持ち物は全てなくなり、せっかく上げたレベルもすっかり元に戻ってしまっている。次の中に入ってみると、さっきと全然地形が違うとおりではないか。なるほど。行きますよ。そっくりじゃな。ちょっと不思議なダンジョン。はいはい。地下10階になぜか足の宝箱が落ちている。好奇心が強く冒険心に飛んでいった我が子の足の落ちてしまう。三つの道具を送ろう。地下10階まで降り、足の宝石箱を手に入れ、地上に上がってくるんじゃ。不思議のダンジョンでは宝箱を許すしよう。へぇ。ほう。道具。薬草大きいパン、インパスの魔法。話を聞いていくのか、分かった分かった。はいはい。薬草。歩いたり剣を振ったりしているうちに自然。戦っている最中などすぐに HP を回復したときはこれを飲んでください。大きいパン。はいはい。完全に空腹になってしまったら1ポイントずつ下がる。はいはい。なるほど。インパス。鉄の杖とか竹の杖とか何が不可解な杖が落ちている。わからない杖はこのインパスの巻物を使えばわかるんだろう。うい。教えてくれ。薬の、薬になる。はあ、はあ。草は飲むと薬になる。ああ、なるほど。モンスター飲ませる薬もある。何か起こるでしょう。何か起きます。何か起こるばっかりじゃねえか。知ってることはこれだけです。鳥猫さん自身で見つけたことがなかった。もう何も経験が悪いんだよ。特によく分かんなかったけどね。はいはい。その強さ。イカ打ちの強い6。6回振れるってことで意味が違う。バイキールではスカラの負けも行きたいが強くなる。装備してくれ。呼び気を拾っても装備しなきゃ意味がない。スラットとしても剣を装備していたとしてもモンスターの中を方を見て歩くの。ああ、戦う。なるほど。両装備で矢？矢ってのがあるのか。遠くにモンスターがいるときは矢を打ち取りに来たら武器で叩く。強いモンスターや魔導士などは遠くから矢を使うのが戦いに慣れた方法。ほう。勇者って何だろうか。力の稼ぎに戦わず。火炎装で草がある。力が勝てないと思ったらモンスターの方を向いて草を飲んでみる。イオの巻物という巻物がある。巻物を読むのじゃ。いいね。最高だよ、このじいさん。これちょっと気に入ってん。ああ、ごめんはいいや。よし、バイバイ。行こう。とっとり行こうぜ。サクッと行きましょうか。地下1階。あれ、今なんかさ、なんかスキップしたかいもしかしたらなんか。ほれ、こういうことか。おお、やつけたやつけた。おお、すげすげ。おお、なめくじ。スライム。絶対なんか今さ、なんかちょっとあれだよな。洞窟に入るしよ、なんかさ、もしかしたらなんかあれスキップしちゃった可能性高いよね。お、銅の剣。この銅の剣でいかに奴らを切り刻んでくるようか。楽しみですな。ほほほほ。ほほほ。大なめくじ。鉄の矢。装備しておけば L ボタンで打つことができる。これを装備。L
で、L ボタンで打てると。ほう。あ、こうやってあれか、マップを表示できるんだね。なるほど。ここで、あ、こうやってあれだ、ダッシュってかなんかあるの。早歩きできるんだ、これで。38ゴールド。ほらほら。敵はまあ、あれだな。お、レベル上がった。すげえすげえ。レベル上がったね。まあ、敵は倒したとはいいんだろうな、きっとな。で、アイテムはまあ、できるだけ。ないないない。ちょっと待って。火炎草。何これ。火炎草。これを使うと、火を吹ける。説明説明。口から火を吹く。おー。重さそうだな。どんな効果なんだろう。地下10階だべ。まあ、とりあえず行ってみるか。R ボタン押しながら、十字キーするので。R ボタンで、ああ、ほんとだ。斜めだけに動いてる。よし。斜めだけに動いてる。なるほど。トゥルトゥルトゥ、モンストの位置がわかる。地獄右の巻物。あれなんかいるよね、左下に。ないの。あれ、なんだあれ。オブジェか。ちょっと出てみるか、これで。ふっ！おお、3ポイント、3ポイント。お、これ敵か。ふっ！ラリホー！眠っちゃったよ。お、ちょっと待って待って待って。やばいやばいやばい！やばい、死ぬ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 、早くし、やばい、死ぬ死ぬ死ぬ、やばい、やばい、死んだ。死んだぞ。どうだこれ。おお。ダメっちゃ。ひでえな、これ。ボロッカスじゃねえか。やはりやられちまったか。ちょっとだけあそこも死ぬはずに変わりない。アドバイス。はいはい。はい。一つ動作をするとモンスターも一つ動作する。逆に言えばこちらは何も動作しなければモンスターは何もしてこない。考える余裕がある。隣に来ても焦る必要はないのじゃ。ああ。